晴らしい。一緒に働きませんか？皆さんこんにちは。日本語の森のゆかです。皆さんの国では好きな人に好きだと伝えるとき、何と言いますか？ I love you。 我愛你。사랑해요。 M よ愛。 주템。ti amo。 この言葉を日本語に翻訳すると、愛してるという言葉になります。愛してるというのは、好きよりももっともっと気持ちがこもっていて深い言葉です。日本のアニメや漫画、日本の歌の歌詞の中で、愛してるという言葉をよく聞くと思います。でも、実際日本人は、愛してるという言葉を日常生活でほとんど使いません。人にもよると思いますが、愛してるという言葉をあまり使わない人がほとんどだと思います。愛してるという言葉は本当に大切で重要な時にだけ使う言葉です。例えば、好きな人に結婚してくださいとお願いする時や、最後のお別れを言う時に使います。愛しています。結婚してください。さようなら。愛してるよ。こんな感じですね。私は友達の結婚式に行った時に、結婚する友達が自分の家族に手紙を読んでいて、その手紙の中で、お父さん、お母さん、今まで本当にありがとう。愛してるよと言っているのを聞いたことがあります。こういう重要な時に使う言葉なんですね。人によっては愛してるという言葉を全く使わない人もいます。それぐらい愛してるという言葉は日本人にとって慎重に使うべき言葉なんです。じゃあ、好きな人に好きという時は何と言えばいいのか。好きだけでいいです。好きだよとか大好きだよと言えばいいです。好きという言葉はあまり特別な言葉ではないですよね。この色が好きとか日本が好きというように普段からよく使う言葉です。あなたのことが好きと言っても恋人ではなくて友達として好きという意味もあります。だから、愛してるよという気持ちで好きと言いたいときは、真剣な顔で好きと言ってください。これが一番自然で一番気持ちが伝わる言い方です。日本人の恋人ができたら、好きとたくさん言ってあげてください。もちろん、愛してるよと言ってもいいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。